いやーーユニクロのの新作のワイドストレートレジーンズあれってどうなのかないろんな YouTuber とかインフルエンサーが大絶賛してるんだけどもまあ若い世代には似合いそうな気がするんだけど40代以上の大人世代にはあれ似合うのかな世代的にはデニムというともっと細身のものが一般的だったからなんかしっくりこない感じがするんだけどもいろんな人が絶賛するからちょっと気になってるのも事実なんだよな誰か大人世代にユニクロのワイドデニムが似合うかどうかバチッと教えてくれる人っていないのか かなと思っている皆さんこんこにちはススタイリストのしゅんです今回の動画なんですが、40代の大人世代にユニクロのワイドデインに合うのかというテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通りですね、ユニクロの新作となるですね、ワイドストレートジーンズ、すでにたくさんのですね、YouTuber ーーの方がレビューをしていてですね、どの動画も結構大絶賛なんですね。まあ、僕自身も前から気になっていたんですが、まあ、実際にこういったものはオンラインで見るのと、実物を手に取って試着をしてみるのとでは、感じ方が全然変わってくるんですね。 なので先日お店で試着をしてきたところまあ確かに良かったので購入してきたんですねちょっと皆さんにもお見せしたいなと思うんですがこちらですね僕が購入したのはですねこちらダークグレーなんですけども確かにすごく良かったんですねまあただどんなに名品と呼ばれるようなアイテムであっても誰にでも似合うものでもないかなと僕は思っているんですね特にこちらのワイド系のデニムに関しては似合う人と似合わない人がパキッと分かれるかなと思いますので今回の動画の中では40代の大人世代にはこういったデニムは似合うのかどうかというところとか 実際に着こなすとしたらどういったスタイリングがハマりがいいのかこの辺りについてしっかりと解説をしていきたいなと思っていますのでよかったら最後までお付き合いいただければなと思っています、まあ、僕自身もですねワイド系のボトムスというのはよく履くんですがデニムでワイドというのは結構ですねハードルが高いなと感じてきたんですねその中でユニクロのワイドデニムはどうなのかというところですね本音でしっかりとお話をしたいなと思っていますのでよかったら最後までお付き合いいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく してますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。 はいといいいととううこでで実際に履いてみまししたがいかがでしょうかかょ今僕が履いてるのはユニクロのですねワイドストレートジーンズですねサイズはですね実際に店舗で28インチを履いたんですがちょっと僕にはウエストが大きかったので、まあ、オンラインで27インチを購入しましたパッと履いた感じの印象なんですがさすがによくできていて素晴らしいなとは思いましたまずはシルエットを見ていただきたいなと思うんですが、まあ、腰回りですね割とこの辺りはフィットしてるんですがももたりです この辺りに結構ゆとりがありますね、まあ、ユニクロのタックワイドパンツというものがありますが、まあ、雰囲気としては結構近しいんですが生地感がまた変わってくるんですね、まあ、デニムの方が生地がしっかりとしていてタックワイドパンツに関しては割とですねとろみ感のあるような素材なのでストンと落ちるんですがデニム特有のですねこの生地の厚みのおかげで、まあ、こちらの方がよりワイド感が強く出るかなという感じは個人的にはしていますで盲周りにゆとりがありつつ裾に向かって割とこうストーンと落ちるようなストレート シル,エットシルエットにななってていいいいまましてこの辺りもバランスがいいなと思いますワイドではあるんですが割とですね見え方としては綺麗に見えるんですねなので大人世代でもですねちょっとファッションが好きな方であればこのシルエットはだいぶですね試しやすいかなと思いますまあワイド系のデニムって今いろんなブランドから出ているんですね、まあ、特にこうドメスティックブランドとかでも多く出ていましてマーカだとかアプレスだとかキャプテンサンシャインだとかこのあたりのですねちょっとこう緩めのデニムというのも非常にかっこいいんですが価格がいかんせん高い 高いんですね、4万円オーバーのものも多かったりするので気軽にトライしづらいというところもあって僕もですねなかなか手が出せないでいたんですね、まあ、確かにそのあたりのブランドになってくると加工の雰囲気がまたすごく上手だったりするので全然こちらのデニムとは別物になってくるかなと思いますただシルエットというところで見てみるとですね大人にも似合いやすいようなやりすぎてないですねユニクロらしいワイドパンツになっているのでかえってドメスティックブランドのデニムよりも僕は気軽にトライしやすいのかなと思いますそれは価格帯も含めてですね 4000円で買えるので、これはですね、ファーストステップとしては最高のですね、1本に仕上がってるかなと思います。で、カラー展開に関しては4色になっていまして、まずはですね、ブルー系ですね、濃いブルーがあって、ライトブルーがあると。そして僕が今履いている、ダークグレーという色があって、オフホワイトがあるという4色展開なんですが、その中でも個人的には、まあ、ダークグレーが一番いいなと思いました。これなぜかというと、先ほどもお伝えしましたが、まあ、デニムってですね、加工の雰囲気が結構大事だなと思ってまして、いわゆるですね、ドメスティックブランド、 ですねデニムとかになってくると加工が非常に凝っていて色落ちの濃淡みたいなところがかなり精巧にできてるんですね例えばですね僕の今手元にあるのがアプレッセというブランドをですね、まあ、デニムのカバーオールなんですがやっぱりこの色の濃淡だとかダメージの出し方というのがすごく凝っているのでより古着に近いような形のですね精巧な作りになってるんですね、まあ、こういった本格的なですねデニムの加工に触れてる方だとちょっとですねユニクロの加工感だと物足りないかなと思う方もいらっしゃる かもしれませんなので、僕は、ライトブルーという選択肢は僕の中ではあんまりなかったんですね。もちろん、4000円という価格帯の中では素晴らしい仕上がりだと思いますし、デニムの名門のですね、カイハラ社製の生地を使っているので、チープに見えることはないんですが、加工の雰囲気がめちゃくちゃ凝ってるかというと、やはりいろんなデニムを見てきた方であれば、ちょっと物足りなさは感じるかなと思うので、ライトグレーは僕は選びませんでした。まあ、濃いめのブルーに関してもですね、いろいろドメスティックブランドで作っていて、まあ、今季だとですね、オーラリーなんかも濃いめのデニムなんかを作ってる ですが、まあ、そういった視点で選んでみるのもいいかなと思うんですが、ワイドデニムということで太さがありますよね。なので大人が着た時にかなりカジュアルな見え方するので、個人的にはブルーデニムだとよりカジュアルな印象なんですが、グレー系のデニムだとよりこうシャープな感じが出るので、こっちを選んだ方が大人世代には使いやすいかなということで、こちらを選択しました。僕は結構グレー系のデニムが大好きなんですね。ブラックの T シャツとか、あとは今僕着てますが、こういったグレー系の T シャツとグラデーションで合わせるのもあったりしますし、ブルーデニムにはない ようなちょっとモノトーーンののででですすねねシャープさが出るので結構ですねグレーデニムって使いやすいんですねでこちらのですねユニクロのデニムに関しては加工感ですね色の濃淡みたいなところはあんまり感じられません、まあ、正直ですね色落ち感すごく少なくてそんなに濃淡が出てなくて凝った感じというわけではないんですが色も暗いし大人っぽく上品に着るのであればこの雰囲気でも僕は全く問題がないと思いますし加工感でチープだなっていうところも全く見えないと思っているのですごくいいなと思いますで生地の厚みなん ななんんでですがそんなにこう薄すすがそに薄ぎぎず厚すぎず厚とというとこなので今の季節に来てもそんなに暑くはないなという印象ですね以前はデニムもですねタイトシルエット一辺倒だったのでそういうものだと夏に開くとですねもうピタッと貼り付いちゃって暑くてやってらんないんですねだけどもこれぐらいのゆとりがあるものだと風が通り抜けるのでそんなに真夏でもですね暑すぎることはないのでこれぐらいの生地の厚みというのは個人的には嬉しいですね夏場にも履けるし秋だとか春でも全く問題ないし冬でもですね薄くて寒いってことはない かななとと思思うのので生地の厚みはすごくバランスがいいいっています、まあ非常に仕上がりのいい1本ではあるんですがまあ正直ですね40代50代の大人世代に似合うのかっていうですね主題の部分に立ち返るとまあユニクローとはいえ結構ですねワイドに振ってあるので下手するとだらしなく見えるかなとは思うので結構おしゃれが好きな方でいろんなものを経験している方であればこういったものの方が鮮度高く楽しめるかなと思うんですが無理をして履く必要はないかな なと個人的には感じています今のファッションにマンネリ化を感じたような方であれば間違いなく選べるような1本かなと思うので、まあ、その辺りは頭の片隅に置いていただければなと思います僕もですねワイド系のデニムは最近はちょこちょこと履いてるんですが去年ぐらいまではちょっと抵抗があったんですね、まあ、そもそも自分の体型に合うデニムがですね見つからないというのもあったんですがカジュアル見えするかなというところで心配してたんですけども、まあ、今回の着こなしを見ていただくとですね分かりやすいかなと思うんですが足元に関してはスニーカー用 よりもこういった夏場であればレザー系のサンダルとかを合わせていただいてちょっとこう大人っぽく売ればですねそんなにこうカジュアル見えしないかなと思っています今日はですね夏場によく開いているグルカサンダルを合わせてみましたこれ夏終わったらまあレザーのローファーだとかあとはモカシンシューズとかで合わせてもいいかなと思うんですがごっつりしたスニーカーよりはそういったちょっと大人見えするような革靴系で合わせていただいた方がこちらのワイドデニムには個人的には結構相性がいいんじゃないのかなと思いますで今回はですねなるべくこう腰回りまでお店 ししたたたかったのでで状態で履いていてますが、まあ、夏場であれば T シャツをですねこのような形でタックインしながらラフに着てもらうのもいいんじゃないのかなと思います T シャツのカラーなんですが最初はブラック着てみたんですけども結構ボトムスがブラックに近いぐらい濃いので黒 T 着ると重たい感じがしたんですねなのでちょっとグレー系の T シャツに変えてみたんですが、まあ、同じグレー系でモノトーンで合わせてもらっても結構バランスよくまとまるんじゃないのかなと思いますあとはもちろん白 T なんかで合わせるのもいいかなと思うのでそのあたりはお好みで選んで でいいただければなと思いますちなみに今回こちらのボトムス裾上げしてあるんですが竹の長さどうしようかなと迷われる方もいらっしゃるかなと思います竹の長さの合わせ方としてノークッションハーフクッションワンクッションみたいなですね3段階ぐらいがあるんですがちょっとワイドめのボトムスに関しては少しクッションを作ってあげてもいいかなと思うので個人的にはこうワンクッションぐらいでですね少しゆとりを持たせるのもいいんじゃないのかなと思っていますあんまり長すぎるのもだらしなく見えるのでそれまた NG なんですがこう短く仕上げて しまうううととところももあるのででハーフククッッシショョンンンンからワンクッションぐららワぐいい仕上げててバランスが良さそうだなと感じていますまあ、着こなしに関しましては今は T シャツで合わせていますがもうちょっと季節が進んだらですねこちらのように上にシャツを着たようなスタイリングですねちょっと小綺麗なアイテムと合わせた方が大人世代には結構相性がいいんじゃないのかなと思います僕だったらブルー系の無地シャツで爽やかに着たいなと思いますしあとはもうちょっと季節が進んだらジャケットみたいな着こなしにもハマりがいいと思います デニムとジャケットというのはですね結構相反するアイテムなんですがジャケットの小ぎれいさをうまくデニムでカジュアルな雰囲気を足してあげるのもすごくハマりやすかったですのでこういった着こなしも一つハマりやすいかなと思います冬場であればロング丈のコートですねこういったものにも相性がいいかなと思うので結構いろんな着こなしにはまるような一本なのでおしゃれが好きな男性にはめちゃくちゃハマりやすいかなと思いました僕自身も自分の体型に合うですねワイド系のデニムがなかなか見つからないというところですごく悩んでいたところがあったんですが そこはさすすがユニクロですね27インチから選択肢があるので、まあ、バチッとですね体型に合う一本が見つかったので非常に満足しています色合いはダークグレーがおすすめですがオフホワイトですねちょっとグレーがかっていて個人的には独特だなって感じもしたんですがこの辺りも清涼感あってすごくバランスがいいので一、まあ、つの候補として見ていただくといいんじゃないのかなと思いますまあ、個人的には結構満足している一本なので是非皆さんもチェックしていただければなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではユニクロの新作となるですね、ワイドストレートジーンズ、これが40代以上の大人世代に似合うのかというテーマでお届けをさせていただきました。結論ですね、40代の大人世代でも割とですね、似合いやすいような、ワイドデニムではあるんだけども、ワイドすぎないような名作だと思いました。ただ先ほどからお伝えしている通りですね、誰にでも似合うというわけではなくて、一定のですね、経験値がないとなかなかですね、違和感は覚えやすいアイテムかなと思います。これまで大 トライするのはハードルが高いかなと思うのでまずはユニクロのですねタックワイドパンツから試してみてそこに慣れてきてちょっとデニムの中でもワイド感を試したいなというですね気分になった方であればかなりすんなりとですねこちらのアイテムは移行できるようなですねそういった名品かなと思っていますいずれにしろ4000円ぐらいでこのような上質なですねワイドデニムが手に入るというのはまず考えられないことなので1本トライアルで買ってみて何度か履きながらですねなじませていくのも僕は 悪くないんじゃないのかなと思っています。マ、まあ、くまでですね、初級者向けというよりは中級者向けのアイテムかなと思うんですが、日々の着こなしにマンネリ化を感じている方はぜひこちらのアイテムですね試していただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっと通向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しくに解説をしています。週に2 オリジナルの動画とそれににに加えてて週週本ですすね週末にライブ配信を行っています皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっていますこちらの方では動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日配信しています僕も記事を書いていますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています また、参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まって、ワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。